じで充電切れのアップルウォッチ、かわいいとかわいい、かわいい、髪の毛のピンとかエアポッチ、こっちがベンチですアイラインとかリップとかリップとかとかです。きっと綺麗にしておきます。こんにちは、マリンです。今日は最近持ち歩いているカバンの中身を全部一個ずつ出して紹介したいと思います。よいしょ。こんなぐらいの大きさでとっても重いです。じゃあ早速中身を紹介していこうと思います。じゃん。まずは財布です。普通に財布です。次、エアポッチ、キツネと821。キツネが本命で、こっちがベンチです次、充電切れのアップルウォッチ。これは仕事できる人ってみんなアップルウォッチつけてるやん。だから買いました。形からかっこいい。充電器、これもまあ普通ですね。はい使ってたのでね、ゆるゆるですけど、普段はこうやってちゃんとやってますので。はい、あとはだらん、この中はまあこの中だけでメイクが済ませれる、一応済ませれるような感じで入ってて、アイラインとかリップとかリップとかリップとかあとフロス、これはケープの、前髪のやつとか眉毛のパウダーとか、こんな感じかな。髪の毛のゴムとか、これは眉毛、こうやってやるやつとかです。きっと失礼いたしました。やめとくか失礼しました。綺麗にしておきます。マジックペン、マッキー、これは街とかでサインしてくださいって声かけていただいたときに、その方がペン持ってないってなることがあって、なので自分で持ち歩くようになって、なので皆さんペンがないっていうときは私にペン持ってるって聞いてください。持ってますので、はい、つい見ての通りバレンタインの残りです。張り切って20枚セットぐらいを買ったんですけど、まあ余りまして忍ばせております。次はじゃん、これはもう本田姉妹やでの YouTube とかも見てくださってる方は分かると思うんですけど、もう常々持ち歩いてます。ウェットティッシュ。次はノートです。これは最近持ち歩き始めたんですけどなんかまあこんな感じで、こんな感じでいっぱい書いてあるんですけど、今年に入ってから新しくお仕事で新しいジャンルとか新しい分野のことって言ったらちょっとかっこよくなるんですけど、そんな感じの新しい知識を頭の中に入れることが多くて、なので忘れないようにこう教えてもらったらここに書いたりとか、インタビューをさせてもらうときに選手の演技の内容だったりとか、選手が前に言ってくれたこととか選手のこととかをいっぱいバーって書いて、聞きたいこととか気づいたこととかがあれば
こいつに書いてます。前までノートを持ち歩くとかも無縁って感じだったんですけど、持ち歩くようになりました。次、マスク。これはもう年中無休、年中必須ですね。年中無休って言うの。次、これかな。かわいいとかわいい、ミフィアーニア。これはお薬系がたくさん入っていて、痛み止めとか目薬とかアレルギーのお薬とか入ってて、自分がお薬系で合わないお薬が多いので、まあ、何があってもいいようにって感じで、お守り的な感じで全部一応持ち歩いてます。ジャイアン。髪の毛のピンとかイヤリングとか指輪とか、あとこれはちょっと職業的なやつなんですけど、スケート靴のエッジの調整の時に使うやつで、エッジの位置動かしたりとかした時に使ったり、たまに取れたりするので、そういう時の予備のネジが入ってます。どこでも充電器。はい、こんな感じで以上になります。カマキ。まあ普段基本的にスケートの練習があるので、スケート靴の入ったカバンとこれを2つ持っていくみたいな感じで、大学の時はリュックで行くことが多くて、パソコンとかノートとか筆記具とかいろんな荷物があるので、リュックとスケート靴みたいな感じで大荷物系女子をやらせていただいておりました。はい、お仕事とかスケートの練習がない時とかはこれで行く感じです。バイバイ。